おはようございます。チレと申します。グレートドラキー最強伝説やっていきたいと思います。いやー、意外なことがね、一つあって、友人がね、星町彗星の曲を歌ってたんですよ、この前カラオケで。友人ってね、どっちかというと J-POP とかを好むんで、星町彗星の曲とは無縁だと思ってたんですけど、まさかの星町彗星の曲を友人が歌ってたんで、びっくりしましたよね。で、なんでって思ったら、あ、なんかいい曲調があったからって言ってたんですよ。で、なんかティラーなんかおすすめのやつないって言われたんで、僕が推したのは、森カリオペなんですよ。森カリオペ押しまして、そしたら、意外と悪くないって返事来ました。やってきました、東道館。ね、いよいよマスタークラス大会ということで、転職チャレンジバトルを達成して上級職業を使えるようにする必要があります。で、戦士武闘家は50で、バトルマスターの試練。うん。賢者は、僧侶、魔法使い50で、賢者の試練。そして、心が皆さん折れる。ここで心が折れる方も少なくないでしょう。モンスターマスターになるためには、魔物使いレベル99にする必要があります。挑戦者の登場だ。伝説の魔物使い。わ、なんか、挑戦状取るやったら何やこいつ。なんか前に掲げとる。水戸黄門みたいなやつやな、お前。さあ、そんな冗談を言ってられるの、笑ってられるの、今のうち。相手はですね、普通に使っても強いキャラですよ。普通に使っても強い。勇者ヨシヒコ。3体構成で現れます。いや、んで、こっから HP がね、2700の HP があるんですよ。下手なモンマスチームよりは強くなっちゃうんですよね、これの関係上。さあ、登場してまいりました。ドラキー、タホドラキー、ドラキーはやってまいりました、こちらもね。ドラキー三人衆。我らドラキー三人衆。ドラキーたちが。行くぞ。原作ではな、DQ5 でもあんまり使えないって言われたドラキーがね、復讐の時を果たす時やってきた。なあ、DQ5 でドラキーを仲間にしても、なんかドラキーってパッとしないよな、みたいなさ、そういう印象を与えられてます。本家ではね。私はドラキーをね、連れて歩きましたよ。はい。私はドラキーが好きなんでね。そのね、多分この世界線のヨシヒコくんは、グレートドラキーをね、まあ、ドラキーの可能性をね、信じずに、そのままね、ミルナントカさんに突っ込んでいたのもんだと思われます。大事。うわー、やだー、やだー、やめてくれ、やめてくれ、ごめん、ごめんって、ごめんって、これクソ強いんだって。おー、やぶねー。そう。こちらの勝ち筋は、2777とかいう HP を、シューティングスターなんぞれけすよ、だけで、ま、いけた。きつくない？避けられてる、避けられてる、避けられてる。きつくないか？何ターンかかるんや、これ。まず普通にシューティングスターが当たったとしても何ターンかかるねんっていう話だ。真空波逃げてくれるのありがたい。ちなみに、風耐性がね、かなり高いんで、ここはシューティングスターに、で、君はどっちも言う、いや、痛い。厳しいなぁ。シューティングスターゴー、いくぞ、せーの、おいしょ、316。で、問題は、敵が SP を使ってきてしまうことと、オーケーオーケー、お、来たね、魔物嵐。まあ、合体モンスターがね、鳴らされてたまるかってんだよ。避けたわ。避けたわ。避けたわ。いけるか？ワンチャンあるぞ。一発クリアあるぞ。
まあ、真空派はともかく大丈夫で、全然大丈夫。真空派で来てくれる分にはありがたい。シューティングスターで、ちょっといい、もう一回信欲しい。324。もう一回信欲しいです。先生。シューティングスターゴー、いくぞ、せーの、961か。魔物ならし、オッケー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 。こいつのね、残念ながら、魔物ならしとかいうね、クソ技なんですよ。クソ技。魔物ならしとかいうね、プチアーノの可愛い踊りと一緒みたいなもんですからね、言っちゃえば。え？嘘？いや、嘘やろ？嘘やろ？え？音、相手の攻撃！え、ジャンプ切りで麻痺ってそんなことある？ジャンプ切りで麻痺ってそんなことある？ねえ、え？何が辛いかっていうと、グレートドラキーは、ゲレゲレ？まあ、このね、キラーパンサーくんが真空波を引いてくれればいいんですけど、疾風の時は打撃に弱いっすね。まず。まず打撃に弱いところ。うん。これスライムナイトはどっちも打撃なんで、これでもういきなり部が悪いです。はい。で、伝説の魔物使いのドラゴンの息はクソ強い技なんで、しかもかつ、ドラキ、グレートドラキの弱点をつけます。なんで、単純に殴り合ってしまうと負けるんですよ。じゃあ勝ち筋はどこにあるのかっていうと、避けることです。グレートドラキーの回避率をいくつや持ってるんですか？最高峰のね、25% を誇ります。なので、それを、ポンポン避けていくしかないんですよ。でも、言ってしまえば鬼コンボの 12.5 倍の回避率があるんで、いった、何これ。鬼コンボの時はね、回避率が 2% しかなかったんですよね。だから避けるってことが難しかったんですよ。でも、こっちは違います。鬼コンボのね、12.5 倍の回避率があるんで、左と身をかわして、そこに勝利を持っていくっていうね、そこのスタンスでいきたいと思うんですけど、さあ、厳しくなってまいりました。ドラゴンの息をね、どんどん打ってきます。いやー、避けないね。きついね。きついね。お、いいね。よし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 。まだあるね。まだ全然参る。お前はまだ参る。いける。いける。全然いける。オッケー、いいよー、会心の時期。よっ。まだまだ、お前はそんなもんじゃない。まだまだいける。行こう。行こう行こう。モンマスになろう。モンスターマスターになって、グレートドラキー、強くなろう。なれない。なれないけど。なれないんだけどさ。うん。え、大丈夫かな、これ。星降る腕は、ほう、ほう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 。このターン耐えればワンチャンあるぞ。このターン耐えればワンチャンある。避けろ。よし、外し。外しはでかい。避けろ避けろ避けろ。ここ避けろ。ああ、やばい。まあ、まだある。グレートドラキーの素早さ100ある。100だよね。グレートドラキーの素早さ100。だから、ワンチャンいける。え？おっと、相手の攻撃！痛恨の時期だ！せやな。スライムナイトの素早さ130ぐらいあるな。あんまりだわ。ピエール。ピエールお前あんまりだぞ。確かに、ピエールはね、DQ5 でもね、みんな使ってたと思うんですよ。有能モンスター。ね。自分も使ってました。仲間のなりやすさとね、その、技範囲とか広いし、優秀だし、うん。そのピエールに、まあ、ポコポコやられてるんですけど。これはひどいなぁ。なんか悲しい絵面みたいな、悲しい絵面になってる、すごく。OK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 、外しね。OKOK。悲しい絵面が見えてんだけど、こう考えると。
ゲレゲレとピエールは選ばれたのにドラキー選ばれないみたいなさ、怒りを覚えるわ俺は。お、その怒りを力に変えて、オッケー、オッケー、いいよ、その怒りを力に変えろ。お前、ゲレゲレとピエールは選ばれた、ドラキーは選ばれなかったっていうことだ。つまりはその怒りを力に変えてグレートダキは行く。頑張れ、いけるぞ。シューティングスターで会心をポンポンポンと出していこうぜ。よし、いいぞ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 、しっかり当ててんなら大丈夫だ。回避されてないなら大丈夫だ。ダメージレスもね、ギリギリ勝てそう。ねえ、こう避けろ欲しい。あー、避けないねー。避け欲しいんだよね。まあ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 、魔物の足で止まるようなね。まあ、麻痺はしてるけど、魔物には鳴らされ、鳴らされ、鳴らされ。こいつのね、残念ながら、魔物鳴らしとかいうね、クソ技なんですよ。こいつのね、残念ながら、魔物鳴らしとかいうね、クソ技なんですよ。こいつのね、残念ながら、魔物鳴らしとかいうね、クソ技。魔物なし受けるなんて聞いてないよ。鬼工房ですらさ、魔物なしなんて食らわなかったじゃん。どうしよう。いや、まだ、まだあるね。まだある、まだある、まだ、まだある、まだある、まだあるね。グランドネビラして、シューティングスターの会心ポンポンポンでいける。いける、いける、いける、いける。全然まだ圏内だと思う。そうだね、圏内だね。圏内だと思うよ、これ。まだいける。お、よし、この受けでかい。さあ行け、グレートフルブリザード、それっていけます、とどめさせ、いけー、あーくっそくっそー、惜しいわ今のは。じゃあお前食らわなかったよかったんだよ、足りないじゃん。はい、というわけでどうなるかって言いますと、一気に押し切れるかって言うのでもなく、もう気持ちを切り替えていこう。な。今までさ、ピエール麻痺麻痺、魔物使いの魔物なしで戦意喪失、切り替えましょう。切り替えて、気持ちを切り替えて、心機一転という言葉をね、ご存知ですか皆さん。グレートダーキーもね、まだまだやれます。見せてやりますよ。いやでも、止まんなければ、本当にワンチャンありそうなんだよね、見てる限り。戦況を見てると。お、いい、いいピロリ、いい余計、いい余計、いい余計、そこの余計はマジで神。よし、行くぞ、シューティングさ。会心出していこう、行くぞ、よいしょ、323、十分。323打点か、最高が。あとは316とか、飛ぶ先によって変わってるけど、ちゃんと狙えてんなら大丈夫だ。一番避けないのが伝説の魔物使いみたいなとこあるから、そこを狙ってんなら、OK!25% の回数で息してるよ、来たよ、シップルキュア、やばいって、いった、うわ、なかなか、やるじゃねえか。来たか、いよいよ、牙を剥いてきたってわけな。あ、シンクハイね、よしよしよし。いよいよ、来たな、ゲレゲレ。見せてやるよ、お前らが仲間にしなかったドラキ、うん。お前らが仲間にしなかったドラキーがどんだけさ、愚かなのか。ドラキーを選ばなかったお前らが愚かだということを教えてやるよ。DQ5 のドラキーのポテンシャル舐めんなよ。うわ、来たよ、魔物なし。そうポンポン食らってたまるかってんだ。それはね、もう無駄行動っていうもんよ。OK! ここ。よいしょ。あー、よけない。
まあ大丈夫。止まってない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 なら全然大丈夫。いける。まだまだ全然いける。ここのスペシャルカード大事だな。何使ってくる？欲しいことか。オッケー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 。まあ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 、悪くない悪くない。よし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 。ギガデインが一番まずい。通貨ギガデインが一番まずいんだよ。やばいやばいやばい。避けろ！よし！でかい。ゲリゲリは真空波を連打してくれる分にはありがたい。いいよいいよ。魔物の嵐怖いよ。まあこれも避けてくれ。なあ！え、音、相手の攻撃、あ、一思いに殺してくれ。いや、だから、気持ちの整理ができてないのよ。グレートダキ。気持ち、メンタル、わかる？グレートダキ。メンタルだよ。ちょっとメンタルが足りないわ、お前には。お前にはメンタルが足りない、マジで。魔物の足でさ、いちいち魔物、飼いならされてるしさ、もう、麻痺はするしさ。お、いいよ。でも、幸先よくここを避けていくのはね、でかいよ。お前ちょっとね、自覚っていうかメンタルがあって、メンタル不足だと思うわ、少し。でもちょっとメンタル鍛えない。おお、いいね。回避の、回避は結構してる。おお、サンピューリー、このチャンスものにしたいよ、ちょっと。このサンピューリーでかい。ものにしたい。ものにしたいぞ、これ。おい、グレドラ、ここよ。こういう時よ。シューティングスターで、今いい感じに乗ってる。いいの乗ってんね。いいよ、いいよ、いいよ。そのまま、そのまま、いいぞ、そのままだ。そのままだ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。あー、ここだよ。メンタル大事だよ。もうね、大丈夫。メンタル、メンタル、メンタル。これはメンタル乗り切れる。大丈夫だ。大丈夫だ。オッケー。地面壊すだけのただの無駄技よ。まひるなよ。まひらなければいい。もう。オッケー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 。クラウはもう仕方ないから。少しの被弾は仕方ないから。それはネビュラの逆にね、ネビュラで活かせるから。逆にネビュラで活かせる。それは。大丈夫だ。いけるいけるいける。いいぞ。いいぞ。しっかりやっててるぞ。そう。避けられることがないっていうのは逆に、いいね。命中率高いからな。うわー、疾風の際。いや、まあまあ、まだ待とう。まだ待とう。いい。いいよ。このままだよ。ここのターン大事。キラピー！これで魔物鳴らし2回とかやだな。ジャンプギリ2回とかな。つうか、お前なんでさ、4のカードしか使わねえんだ？ 5 の仲間たちはどうした？ビアンカやフローラはどうしたってんだよ。いてえ！でも、うまいことを、これ、ここのターンで削ってしまえば。いけ！うまいこと、ここのターンで削って。削って、削って。そうすれば、ネビュラ圏内に抑えられる。最強の SP カード、グランドミルがある。よし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 。あとは、ピエールが突撃とかしてくれれば。うわー、ここで運ゲー！嫌な運ゲーが。ううはぁ、あ、うえ、どうこの息、痛い、これ2回、これ2回だけど、2回だけど、お、お、これ、来た、来たか、これ来たか、もう。来たか、食らう、大ピンチからのグランドネビュラ、やっぱり最強のスーパー、宇宙から、グランドネビュラ、おーい、お届けしまーす、やったやっぱメンタルよ。もう、思い、すぐに止まらなきゃ勝ってたんだよ。お前何回止まったよ、本当によ。止まりに止まってたな、本当に。止まらなければやっぱいけてたんだな。